体操男子の個人総合で12年ロンドン、16年リオデジャネイロと五輪連覇を達成した内村航平、33ジョイカレが11日、スポニチ本式報通りマネジメント会社を通じて現役引退を正式に発表した。14日に都内で会見を開き、決断の理由や今後の活動などを説明する。競技生活に別れを告げるキングに対し、国内外で功績を称える反応が相次いだ。3歳で体操を始めた内村が、約30年に及ぶキャリアに終止符を打った。この日、午前7時にマネジメント会社を通じ、現役引退を正式に発表。14日に都内で行う会見で、決断に至った経緯などを自らの口で明かす。個人総合で12年ロンドン、16年リオの五輪連覇なの、世界選手権を含めた世界大会で積み上げたメダルは、体操日本史上最多となる計28個。美しい演技でキングとして君臨してきた33歳には、国内外から功績を称える反応が相次いだ。NBC スポーツはキング航平として知られる年広く史上最高の体操選手と見られていると評した。AP 通信は初出場だった08年北京五輪から10年以上にわたり、優雅さ、正確さ、そして謙虚さのレベルにおいて、男子の体操で比類なき卓越した水準を築き上げたと絶賛した。五輪公式サイトも伝えた引退のニュース。17年世界選手権女王のモーガン、ハード、20米国、がツイッターで急にどう読めばいいかわからなくなったと受け止めきれない心境を記し、リオ五輪女子四冠のジモン、ザイルス、24米国、モハードの投稿を拡散する形で広く共有した。リオ五輪で内村と共に団体総合で金メダルを獲得した白井健三さん、25、は航平さんは美しい体操の重要性を日本だけではなく世界中に広めた選手。同じ時代を歩めたこと、体操界の歴史の1ページに共に名を刻めたこと、本当に誇らしく思うとコメント。日本オリンピック委員会、JOC、の山下泰弘会長、64、は日本の体操界はもちろん日本のスポーツ界を引っ張ってくれた。国民栄誉賞は、十分値する。彼の頑張りというのは国民に与える影響は大きかったと賛辞を送った。ナイソンは引退を決意していたため、8から10日に行われた日本代表クラスが集うナショナル合宿には不参加。だが、今も練習は継続している。演技の実演などでの体操の普及活動はもちろん、抜群の知名度を生かし、様々な分野での活躍の期待も大きい。第二のキャリアも、内村は美しく歩んでいく。内村航平、内村航平、1989年、小64、1月3日、福岡県北九州市生まれの33歳。長崎県諫早市で3歳の時に体操を始め、五輪初出場の08年北京大会で団体総合、個人総合の2種目で銀メダル。09、16年に個人総合で2度の五輪制覇を含む世界大会8連覇を達成し、16年12月に日本体操界初のプロに転向した。五輪4大会連続出場は体操日本史上2人目。1メートル62、52キロ。